はい、どうも、ヨンフォー監督です。 FIFA21 やっていきたいと思います。監督キャリア、ちょっと今ね、監督用紙を作るのにね、ここ1時間ぐらいやってたんですけど、ちょっとね、今回女子で行こうと思って作ったんですけどね、結構ごっつい、ごっついよね、女子にしてはさ。まあ、元サッカー選手という体なのかな。なんかごっついくなっちゃったけど、まあ、マイケル・ジャクソンみたいになっちゃったけど、まあいいでしょう。4、4、女性監督でいこうと思ってます。GO! さて、今回はね、だいぶ悩んだんだけど、ちょっとね、マジョルカでやっていこうかなって、今のとこ思ってるんだけど、マジョルカからやって、でちょっとね、久保くんを返してもらって、でリーガ優勝したいなって思ってんだけど、まあ、ちょっとね、移籍もしてってもいいかななんて思ったりして、最終的にやっぱプレミアでやりたいんですよね。で、プレミアで2部のチームでやりたいチームがあんまない。強いて言えば、ブラックバーンね。ブラックバーン昔ちょっとね、ウィーレで使ってたりしたんで。レディングとかでもいいけど、あとフォード、あとフォードでもいいか。そうだね。ということでね、ちょっとマジョルカでやろうかな。マジョルカでやりつつ、いずれプレミアに行きつつ、余裕があれば黒トーネやりつつみたいなね。で、行っちゃおうかなと思ってます。マジョルカしちゃいますか。マジョルカで、でなんか細かくね、決めれるんだよね。これも円があったらいいんだけど、今回もドル。意外とみんなユーロでやってんだけどね、ユーロでも馴染みなさすぎて、私はドルでいきます。最初のシーズンから欧州の大会に参戦するか設定します。するでしょう。で、最初の夏から移籍しようを利用するか、するでしょう。代表監督もやれればやりたい。交渉のシビアさ、シビアはちょっとね、リアルなんだけどね。シビアだと普通ありえない移籍が実現することはないというか、バルサの選手がレアルに行くみたいなのが、シビアにすると非常に厳しくなると。まあ実際ね、ほとんどありえないんで、ライバルチームの移籍はね、あるけど、なかなかね、ないことなんで、実際は。まあそういうのめんどくさいんで、ルーズにします。で、買収ね。買収はね、ちょっとしていこうかなって思ってます。これでいくら ?1000 万ドルか。1000万ドル。1000万ドルね。5000あって、意外といい選手取れるからな。マジョルカ300しかないって書いてあったもんね。どうしようかな。まあそんなね、めちゃめちゃいい選手を取るつもりはないんで、ちょっと5000いっときますわ。で、いきますか。やっとできる。発売しても1週間以上経ってるけど、まだ全然新機能をね、実践してないんですけど、どうなんでしょうね。プレシーズン一番高いの行くでしょう。 OK、 ついに始まりましたよ。いいね。なんか男みたいな顔しとんな。今回はね、またややこしいことに、いろいろね、フィットネスとかシャープネスとかをね、調整しないといけないんでね。練習日、体長100、鋭さ50、まだ分からんな。どの練習が設定されてるんだろうか。ここでまあ1ヶ月の予定を決められるってことですね。これはこのマークが何なのかっていうのを教えてほしいな。練習、試合前か。試合前は休息日、試合後はリカバリー日、
で週間プランは断続的な練習、休息とか、まあいろいろできると。休息のみ、練習のみ。まあこれだな。こんな感じいいんじゃないか。よし。ちょっとまあこれは一旦シミュレートしといこうかな。これまでに獲得した最も高いグレードでシミュレートを行います。どういうこと？まあいいや。OK。スカウト。スカウトね。スカウト決めていかなかったね。いるのね。条件。ちょっと待って、やっと。いいスカウトやと。まあ、金はね、あるんで。10万、100万。これ、相変わらず、何？カンマないの？見にくいんだけど、マジで。アイルランド。こいつにしようか。はい。GK。そうだね。ゴールキーパー欲しいよね。レイナももう年だからね。基本的にはでも若手。若手が欲しい。将来を。で？そうっすね。一旦スペインかな。あっそ。で、イタリアかな。ドイツも行ける。ポルトガルでもいける。初めまして、監督マジョルカへようこそ。チームを代表して挨拶させていきます。レイナね。頑張りましょう。これから長いシーズンが待っています。あなたたちには最高のパフォーマンスを期待していますと。いきなりトレードの話来た。誰とトレードするって？バイエルンミュンヘンがあげるわけないよね。いや、無理でしょ。拒否。拒否。よし、やった、やっていっちゃおうか。ベネベント。ベネベントぐらい楽勝やろ。さあ、初戦。勝てるか。固まってもうてるけど、固まったんだけど、マジで固まったんだけど。おいよおいおい、頼むぜ。マジで言ってんのこれ。よし、ようやくバグからね、もう一回やり直したらいろいろ展開変わっちゃったんだけど、これ全然さ、シャープネスにならないね。しかし、うん、一旦これやってみよう。今日の舞台はよし、いっちゃぞん。最高のピッチコンディションで迎える一戦となります。実況は私西岡明彦。さあ、とりあえず何もいじってないフォーメーションでね、どんなぐらいでやれるのか。ヨーロピアンインターナショナルカップグループステージ第1戦。いいよ。大変な試合になりそうですね。いいんじゃない。開幕前のこういう大会は仕上がり具合を見るのにちょうどいいですよね。はい、取ってこう。この試合に両チームが今シーズンをどう戦っていくかのヒントが隠されているかもしれません。注目していきましょう。ババから。はい、かん。切り込んでいきます、マジョルカ。はい、取れる。おし。いいプレスです。攻守逆転。いいくん。中にスペースがあります。勝ち越し来るぞ。オッケー。ゴー。いいんじゃないの。ボールを奪ってからの得点。いきなりボールを持った相手選手に圧力をかけ、映像が来ましたね。攻め込んでからのマイナスのパスが効果的でした。そして狙いすましたシュートをゴールに沈めました。美しいミドルシュートでしたね。ミドルシュートですかこれ。これで1点リードですから。女性指揮官どう。韓国も嬉しそうですね。ごついね。彼女がどんなチームを作り上げてきたのか、そして選手たちがどこまで韓国の理想を実現できるのか、この試合からじっくりと見ていきましょう。ほら、いっちゃうぞ。サイドからのカットイン。あの選手が止めなければ入ってましたね。あの選手が止めなければ入ってた今本当に。ババ。ババ。
サイロン出す。はい、出せるか。オフサイドか。弧を描いて裏を狙います。ですよね。サイドの判定でプレーが止まります。チ、さあマジョルカの選手をね全然覚えてないっていう。サイドへパスを出します。前シーズンのね区長とかいないんだよね。ボールを前に運んでいます。はい、長ちょっと待ってちょっと待って、パスを回して、なんでそんな長い。はい、いいよ。さあ来た、惜しい惜しい。飛びついて止めました。やばい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 。ディフェンダーがうまく読んでいました。ニアポストにいい。危ない。このボールはクリア。マルコサウ、はい、ここはしっかりクリアしました。エリア内に向かうか、ちょっとクリアが小さいか。このシュートはディフェンスに止められます。またまたブロック、体に当てます。ヤゴ・ファルケ、チャンスにできるか。怖い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 、入る入る。バカやな。ポストに当たってきました。最悪や。ポストに当たりましたが、跳ね返ったボールはゴールに。最悪や。文句なしのゴールですね。運も重要な要素です。くそ、相変わらず FIFA は何もやってくれないんだな。ディフェンスは不前に同点ゴールを決めてくれました。あれで流れ大きく変わりましたよ。後半にも期待しましょう。やばいやばいやばい。このヘディングは大きく外れました。危なっかしい。枠には飛ばしたかったですね。落ち着いて1点いきましょう。はい、サルバ・セビージャ、サルバ・セビージャ、おしっかりとパスをつなぎました。あー、開いた、来た、抜いた、オッケーじゃないの。マジか。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。し、痛い痛い痛い。決めれば勝ち越し。オッケー、綺麗に決めました。危ねえ。殺人的スライディングしてきやがった、あいつら。この失点シーンですが、ペナルティーエリアの中で相手を自由にさせる、ね、こいつマジ殺人的スライディングしてきやがった。もっと早めに潰しておけば防げていたんじゃないでしょうか。これで1点リードですから、監督も嬉しそうですね。よっしゃ、狙う、よしよしよし。ディフェンスの選手がシュートブロック。いいよん。どんどん行っちゃう、どんどん行っちゃう。ボールはサイドの選手へ。はい、いかんいかんいかん。ここ、いやー、出しすぎ出しすぎ。前にパスは通りません。これはさすがに読まれていました。変えたいんだけど全然出ない。外にファールしちゃう。最後に同点のチャンスがやってきました。変えさせてほしい。よし、疲れちゃうから。みんなサルバ・セビージャか、ね、変えちゃおう。6人まで変えれるし、確か右サイドバックの子も調子いいね。ゴメス、よし、もう帰れんか。さあ、ここで休ませるようですね。そうなんですよ。さあ上げたい。はい、クリアできる。さあどうする。取れない、取れ、やばいやばい。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。 T、 なんとか一息つきました。はい、取れるよ。中央へクロスが渡る。はい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 、上がって。さあどうだ。よし、サイドにスペースがあります。届くな、サイド。これは絶好のチャンス。そこか。このボールを通すわけにはいきません。逆サイド飛ばしてほしかった。ゴールに向かっています。お、入った。ゴール決まりました。ラッキー。交代で入ったばかりですが、しっかり結果を出しましたね。そんなつもりじゃなかったけど入った。あのシュートはファーストタッチだったかもしれませんね。豪快なシュートですね。ネットを突き破るかと思いました。いいね、ナイス。
オッケー。試合終了のホイッスル。接戦になりましたが、チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。オッケー、無事一試合終わって首位に立ちました。やっと出たぞ。ってことで、とりあえずね、まあ、ちょっと若手をガンガン取ってきたい的な、まあ、ガンガンって言ってもそんなにそう入れ替えするつもりはないんですけど、ちょっと探してチョイスしていこうかな。またおすすめの選手いたらね、教えてくれたらって感じですけど、とりあえず久保ちゃんをね取りたいんだよね。今まあレンタル中だけど、来年になっちゃうかな取れるのは。というわけで今日はこの辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。ほうでした。